本日の特別インタビューは藤山選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずはじめに本日のゲームを振り返っていただけますでしょうか。そうですね、まあ、前半立ち上がり、まあ、自分たちのペースで主導権が握れてサッカー、まあ、できていて、で、まあ、ゴール前でシュートまで行けた場面もあって、まあ、その中でも先制点が取れて、で、まあ、後半、まあ、ちょっと運動量が落ちたかなっていう場面でも、まあ、後ろの守備が、まあ、無失点でゼロで抑えてくれたので、まあ、よかったなと思います。続きまして得点シーンについて伺いたいと思います。得点シーン、右サイド平石選手からのクロスを前山選手のヘディングシュート、ポストの跳ね返りを頭で押し込んだような形の得点シーンでした。本日の試合は高い位置でプレーしていたように思いますけども、その辺は狙っていたのでしょうか。そうですね、まあ、ボランチの、まあ、関係性が、まあ、縦関係になったっていうのもあるんですけど、まあ、自分がその中でも前でプレーして、まあ、得点に絡もうとは思っていたので、まあ、それが点につながってよかったかなと思います。特定シーンだけではなく、今日はチーム全体で高い位置でプレーする時間が長かったように感じました。チームとしてそういった意識が全体であったのでしょうか。そうですね、まあ、クロスが入る場面ではなるべくペナルティエリアの中の人数を増やしたいっていう話はしてたんで、そこが結果につながったかなと思います。はい、それでは最後に次週のアウェーグルージャン盛岡戦に向けて意気込みをお願いします。そうですね、まあ、ここで勝てたのは本当に大きいと思いますし、これで、まあ、まだ勢いがついたと思うので、まあ、次節に向けて、まあ、課題を克服して、まあ、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。本日の特別インタビューは藤山選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。